行くぞキッド。今の気分はどうだい？あの今日の試合はてくれないか。ミレックスは今やランキング1位ですが。後ろ下がってくれ。キッド、初めての大試合ということで今の心境は？こりゃぶっ殺されるぜ。あんたに勝ち目はないわよ。いい加減通してくれないか。キッドさん、この子にせがまれてきたんです。ボクサーになるのが夢でした。あの事件まではきっと勝ってね、約束だよ。失礼、通してくれないか。写真もそのぐらいにしてくれ。ヘキト、笑って。いいぞ。ご来場の皆様、こんばんは。今夜はこのリング上で今世紀最大、史上最強のファイター4人が超過激な戦いを繰り広げます。覚悟ができてるか？どうや？顔をボコボコにされたくないんならリングに上がるな。フォークで串刺しにしてやるからな。お前はもうやられたも同然だ。分かったか？賭け率はどうだ？10対1でキッドの負けだ。いいか、規定はラビットパンチなし、ローブローなし。ノックダウンした場合はすぐニュートラルコーナーへ引き、私の指示があるまで待つこと。分かったか、ケンタを祈る。いやいやだ、行くぞ。やっちまおうぜ。さあキッド、今の実況初めての大戦不安になっちゃった。あら、ノーコメントだ。さあ、いよいよだ。頼んだぞ。キッドに引き続きハリーボーイの登場です。試合が始まります。開始のゴングとともに試合をさばきますのはレフェリーのジーン・ラベル。ご来場の皆様、熱く燃えてください。それでは選手のご紹介をいたしましょう。まずこちらのコーナーに控えますのが190パウンド、ジョージ・ハニーボーイ・ヘルナンデス。そしてこちらのコーナー、ハニーボーイに戦いを挑みますのは勇敢なる新人ファイター。皆さん盛大な拍手でお迎えください。キッド、2人ともルールを守るように。さあ、拍手をしてから始めよう。キッド、しっかり頑張って。きっと勝てるよ。あの子の父親は最強のボクサーの一人だったんだが、タイトルマッチの最中に心臓麻痺で死んだんだ。その日以来あの子は松葉杖をついたままだ。医者は精神的なものだと言ってるがな。Break!
Come on, fine, you ain't nothing. Come on. で回って右を決めろ。Thank you.
ストだ。大丈夫か。皆様、レフェリーのジーン・ラベルが試合を終了させました。勝者は TKO 勝ちで、ジョージ・ハニーボーイ・ヘルナンデス。おい、キッド、大丈夫か。まあ、仕方ないさ。忘れよ。気にすんな。いいんだ、もう何も考えるな。